先ほど白木の方はどちらかというと、まあ、エンジニアの立場の目線でお話しさせていただいたんですけど、私はどちらかというとまあ、事業を進めるみたいな立場なので、その視点でお話しできたらと思います。よろしくお願いします。AI 技術をサービスで活用するにはということで、活用障壁と事業現場への乗り越えかということでお話しできたらと思います。まず、私の自己紹介なんですけど、そうですね、元々半導体の業界にいて、まあ、ずっと営業で、特に技術のバックグラウンドとかはないんですけど、まあ、ガイアックスに入って、で、まあ、ある種分社後に、そのアーティストでという形です。で、会社の紹介はちょっと先ほどあったので、省略します。で、 AI に関わるようになった経緯なんですけど、ちょうど去年の10月頃、結構その AI 関連のニュースとか増えてきてて、まあ、もはやうちの会社の事業でなくなるんじゃないかと結構孤独に焦りまして、で、まあ、すごい調べるようになったんですけど、まあ、調べていくと、むしろ強みを作れるかなと確信する部分がありまして、例えば言葉の意味を人間のように理解するっていうのは難しかったりとか、ノウハウやデータが自然に溜まっていく構造サービスになってたりとか、データにラベリングできて学習できるとかの方が影響が高かったりするかなといったところで、確信しました。で、1月頃若手の会は新年会に初めて参加して、まあ、なんか楽しいなっていうのと、まあ、良い人たちだなと感動して、まあ、参加するようになって、結構そこで知識吸収して、事業活用するツール感まで落とし込めたっていう、収穫がありました。で、アディシュの AI 技術活用といったところで、アディッシュの AI の取り組み方っていうところなんですけど、この真ん中に青い線があるんですけど、まあ、弊社はもともと人でやっているサービスです。なので、まあ、人でやる範囲っていうのがあって、で、今後やっていくこととしては AI でできる範囲っていうのを増やしていって、一番、上の部分の赤い線のアウトプットの部分を増やしていくっていう形で、それで、弊社が特に気にするところはここの人でやる範囲とその AI でやる範囲のうまい配分っていうのを気にしながらやっていきます。で、まあ、具体的にやってるのが、画像認識で、画像の分類といったところと、あと、チャットボットのサービスを出してまして、まあ、そのテキスト分類という、2つをやっています。で、重要なのは、実務直結かつ、データのラベリングができることが重要な分野で、そのラベリングにはそのサービスのノウハウとか人間の感覚が大きく影響する分野っていうので選んでます。で、AI 技術の活用障壁と事業現場での乗り越え方ということで、今ビジネス界は空前の AI ブームというか AI という言葉のブームになってるんですけど客寄せパンダ的な扱いが結構激しいなというのがなんか感覚です。すごい過剰な期待と不安を煽っちゃってるなっていう感じですね。ちょっともろ刃の剣状態。ただブームもきっかけとしては大事で、事業で使われるきっかけがあって、そこで成果を出すというのが大事かなと思ってます。で、実際はその成果を出して継続するところと、費用対効果が悪すぎと縮小するところ、二極化するかなと思ってまして、あとは取り組めないところがあるのかなと思います。で、実際事業で使うのは難しいという印象で、理論的に解決可能と現場で活用できるは異なるんで、そういう状況なので難しさを認識した上で乗り越えるのが正しい姿勢で、ということで一から始めるとき、どこの企業でも発生しそうな障壁から考えるということで進めていきます。で、技術の話じゃなくて事業現場で進めるときの障壁の話です。で、0から始まってるんですけど、5段階で、どう学ぶ、何に使う、推進チームは、社内合意は、強み作りはというところで、まず取り組み前のところですね。どう学べばいいかわからないについては、もう若手の会の勉強会に参加するということで文系理系関係なく今の技術で何ができるかざっくり知るっていうのは大事で、特に、私の結構その参加のモチベーションとしては、汎用人工知能っていったところをテーマにしているので、別に直接的ではなかったりするんですけど、お話聞く中でこの辺りはしばらく難しくて、この辺りは工夫のしどころで、この辺りは余裕っていうのがざっくり理解できるのがあって、その見通しを知ってるって結構今何やるかって考えるときに重要なので、そういうモチベーションで参加しています。
で、障壁の窓1番目なんですけど、事業活用レベルの良いテーマが選べないという障壁があると思ってます。で AI はテーマに何を選ぶかが命だと思ってまして、まあ、自社開発体制があるかとか技術力があるかないか以前に取り組むテーマの選択が全てだと思ってます。で、まあ、例えば、AI を導入すればいいってわけでもなくて、例えば別の例で事務作業を PC 化したら大体効率化しますし、リアルなビジネスをインターネットに変換すると、価値は一緒で利便性が拡張するみたいな感じでうまくいくんですけど、人間が判断している仕事を AI 化する場合は、本当技術でできる内容に依存してしまうので、例えば画像認識とかはうまくいくけど、言葉の意味の理解が入ってくるとちょっと苦手なタスクがあったりとかがあります。で、3つの重なる点で考えるのが大事かなと思ってて、技術的解決の可能性と影響規模と継続的なデータノウハウ蓄積のこの3つが自社として重なる場所で、進めるのが大事だと思ってます。で、アディッシュで、チャットサポート、チャットボットへの活用テーマに選んだケースをお話しするんですが、まずスタートとしては弊社はそもそもカスタマーサポートの、ビジネスをやってます。なので、ノウハウがありますといったところでスタートしました。で、技術的解決可能性といったところなんですけど、予測可能な簡単な質問はボットで自動返答可能っていうのは、今できることとしてあって、ただユーザーの個別の事情は人でしか理解できないといったところがあって、そこ何ができて何ができないかっていうのを、把握した上で、それを踏まえた上で、進めるという形で、影響規模といったところは、同じような問い合わせに同じ回答をするタスクっていう課題としては世の中的にはたくさんあって、そこに対して対応するっていうのと、あと直近で市場トレンドが来ているという影響があります。で、進めるときに、データノウハウが蓄積継続的にされるっていう構造が重要なんですけど、例えばボットが返答不可の内容でも人が対応できることで、サービス提供することで対話ログがたまるとか、それを学習データに活用できるとか、あと、企業ごととか業界ごとのニーズを最適化することで、横展開とかができるというようなところがあります。これは一例という感じです。で、補足なんですけど、最終的に別に AI 使わないという判断をする場合もあると思うんですけど、ただ使わないという判断にも技術的観点が必要で、例えば自社のやってる事業が例えば画像認識タスクみたいなのがあって、比較的技術的に結果が出しやすいっていう課題があったときに、それが自社自体で取り組むかの検討も必要ですし、取り組む他社が現れるだろうという前提でやらない場合も事業を進めている必要があるかなと思います。で、障壁の2番目で推進力のあるチームを構成できないについてなんですけど、結構そのサービス設計するにしても機械意識学習の技術活用をするにしても一個一個は重たいので、一人でやるとか無理だなと思ってます。で、3つぐらい役割必要かなと思ってて、まず AI 技術を、自社のマーケティングしてサービスに翻訳できる推進者と、あと AI 技術とサービスを理解して実装に翻訳できる技術者 と、技術的見通しを理解して意思決定できる経営層がいないと、結構推進するっていうのは難しいのかなと思ってます。で、ちょっと全体像ということで書いたんですけど、左側に今活用可能な AI の技術があったとしたら、それぞれの立場の人が、ざっくり把握しているっていうことと、あとそれを、右側の AI 活用サービスにするときに、変換できる、一定そのスキルがある人がいないと進めにくいなという状況はあります。で、取り組み後についてですね。で、先ほど白木の話でもあったんですけど、障壁さんということで始めてもいきなりうまくいかないっていう場合が多いので、関係者の技術的な特性の理解と社内合意が必要かなと思ってます。で、例えばそういった画像認識のタスクでも、当初の想定の結果が出ない場合とかあると思うんですけど、例えば何かそのサービスの形とか変えると、実は例えば仮に、精度をものすごくちょっと上げるのにものすごくコストがかかるっていう場合に、弊社の場合であれば人でチェックするっていうのを補完することでサービスとして成立しちゃうですとか、そのやり方も大目的は一緒な方がいいと思うんですけど、目標を微修正するっていうのも必要なんじゃないかなと思っています。
で障壁の4番目で、活動が単発で終わり強みが作れないっていうのがあると思っています。で、まあ、例えば原因としてはまあ、テーマの設定がいまいちだと、まあ、最初に戻るっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういうのがあったりとか、継続 その重要性が社内的に共通認識にならないとか、あと結構大きいものとして現場フローに乗らないというものがあるかなと思います。まあ、例えば、まあ、じゃあ弊社はコールセンターってなんでもないんですけど、コールセンターで利用する例があったとしたら、まあ、例えば A の状況で、まあ、コールセンターでお客さんの対応後に、何かその対応した内容のラベリングする作業が余計に増えたってに現場で認識されて、でしかもラベリングしていくと自分の仕事がなくなるのかとか思いながらやってると、まあ、なかなか、浸透しづらいのかなと思ってます。で、まあ、B の方が良い例で、まあ、例えばラベリング作業することで報告の作業が楽になるとか、あと、まあ、やればやるほど何か例えば対応のテンプレートのレコメンドが上がるとしたら、まあ、精度が上がって、顧客対応がやりやすくなって、その自分の仕事がの成果が出るっていう方に、働くなっていうのをスタッフの人が認識してるとか、まあ、関係者の人が自分自身へのメリットをイメージできる状態で進められるのが大事かと思っています。で、まあ、全体像としては、まあ、4つ障壁があって、まあ、それぞれについて話しました。で結構その例えば汎用人工知能が実現されたら、まあ、なくなる仕事あるのかもしれないんですけど、ただその例えば昔の人から今の世の中見たら天国のように技術が発達してると思うかもしれないけど、その時代に生きてる人は悩みはあるわけで、まあ、そこのなんか AI が日常化した後の、まあ、次の価値観とかやることがなくなることはないのかなっていうのが私としては思ってます。で社会全体で良い AI 活用サービスを実現するにはということで、まあ、やっぱりそれぞれまあ、分業っていうのは大事かなと思ってて、まあ、まず目先のサービスって意味じゃなくて、その研究領域っていう意味で技術の将来を進めていく人は必要ですし、その、まあ、目先の技術応用っていったところのエンジニアって立場の必要も人も必要ですし、あとまあビジネス化する視点も必要で、まあ、それぞれプロフェッショナルになっている必要があるんですけど、ただまあ星印をつけた接点のところというか、専門じゃない領域も重要な観点を吸収しておくってしておくことが重要かなと思っています。でこの接点をどうするのっていうところなんですけど、まあ本当接点を作り出すプラットフォームとして若手の会すごい大事だなと思っています。なので企業はスポンサーしてで、まあ、協力はお金だけではありません。自ら参加していきましょうというのと、なかなか参加できない場合も応援していきましょうという感じですね。でまとめとしては、まあ関わる皆が AI の基礎知識を持ってもらうというのと、技術的な可否だけじゃなくて AI 活用推進時の障壁を意識するというのと、WBA 若手の会大事。はい、以上、お時間をいただきありがとうございました。そうですね。質問がある方は、はい、じゃあ門前さん。素晴らしい講演、ありがとうございます。一つちょっと、お伺いしたいんですけど、はい、やっぱりその経営学習やっていくって投資じゃないですか。はい、R&D、あと R&D で、はい、それも結局コストになるわけですね。はい、その間、はい、売りは立たないわけじゃないですか。はい、コストだけが積み上がっていて。はい、結局その企業に対して、企業にとっては本当にこう、はい、なんていうんでしょうね、で成果も出るかもわからないっていう、はい、本当にもう下手したらドブにお金を捨てるかもしれないようなことを、はい、多分経営層から見ると、はい、してるように見えると思うんですよ。そこをなんかうまく説得するようなことを多分やられてきたと思うんですけど、そこの苦労話とかあったらちょっと伺っていただきたいな。そうですね、まあ、幸いアディッシュの場合はやってる事業がその割と人で対応するっていったところで、例えば機械学習が学習ですぐにうまくいかなくても、その間補完してサービスを提供できるっていう課題が同じなんですけど、まあ、その技術的にうまくいかなくても手作業で納得してしまうっていうずるさがあるので導入しやすかったっていう背景はあるんですけど、まあ、やっぱり、まず例
えば技術的な水準とか分かってればこういう課題って他の会社でも解決できるんだなっていうのが分かってたらそれを伝えるとやっぱり危機感としては伝わると思いますし、あと、まあ、自社の事業とあと、まあ、ちょっとこちらの図で挙げているような、まあ、接点のところでやってったら、まあ、必ず役立つよねっていうところですかね。まあ、その技術的に解決、まあ、できる分野としてこの辺りはもう技術的にできるんだっていうのを、まあ、理解してもらって、ただ試行錯誤はありますって言ったところを理解してもらって、メリットっていうのもあるし、やってないと、まあ、他社はやってきますよっていう、まあ、両方あるのかなと思います。他に何かありますか？はい、あ、じゃあお願いします。いいですか？質問は同じような形で、はい、まあ、AI とデータで話をするんですけど、はい、経営者って結構技術に理解がまだないので、はい、結構その未来の情報というか、はい、まあ、このペッパーとワトソンの話を聞いたりして、はい、すごい未来が来るじゃないかっていう期待値が高いんですよ、はい、どこもそうだと思うんですけど、はい、でやっぱりそこをどう説得されてるかなっていうのは、まあ、現実が実際あるじゃないですか、はい、そこのこう説得されてるやり方をちょっとお聞きしたいなと。そうですね、結構そもそも経営陣の中に技術的に興味を持つタイプの人がいたっていう、まあ私もそうなんですけど、で別にトップもそうだったっていうので、まあ、理解しやすかったっていうのがあって、まあ、ちょっと ずるい状況はあるんですけど、まあ、やっぱりなんかまあ、おそらく多くの人はなんかメディアの情報でだけで見てて煽ってる情報とか見ちゃってるので、なんかそれをちゃんと整理して、技術的なことはどういう技術があって、どういうことは解決しやすくて、どういうことは難しいですっていうのをなんか整理して伝えてあげるからスタートするのかなと思いますね、うん、はい、はい、そうですね、説得っていうキーワードがいっぱい出ますね。これ説得しすぎたらその予算ね、あんまもらえなかったですし、違うのチャンスがあるなと思って確かに、ね、期待値上がりすぎてもダメですし、ダメですし、下げすぎてもダメです、ね、研究できなくなる。すごい。はい、はい、ちょっとカスタマーサポートにチャットボットを導入しているという話があるんですけど、チャットボットが対応できるお問い合わせってどういったものですか？もうそれこそ言葉の理解っていうのが難しいっていうのが前提としてあるので、本当に、いわゆるもう本当人工無能というか、まあ、ほとんどそのパターンマッチというか、本当に定型のもう最初からこれってよくあるよねっていうキーワードとか問い合わせに対して本当定型の対応するってまでで、もう本当そこで諦めて、それ以上のところはまあ人で対応するとか別の方法を取るという感じですね。まあ、せいぜいその、入力された時の、まあ、揺れというか、違う表現だけど同じ意味に取るといったところに対して、まあ、技術的に使うとか、まあ、そのレベルという感じですね。はい、分かりました。はい。他に何かありますか？お願いします。どのくらいの期間で、はい、どのくらいの人が関わって達成されたのかなっていうのを聞きたいんです、はい、そうですね、まあ、具体的には、本当に私が1年ぐらい前に焦り始めて、それでまあ会社として動いて、それでまあたまたま先ほど発表したシラキというエンジニアが、まあ、機械学習1から始めたんですけど、まあ、すごいやりたいっていうのがあって、まあそのはい、あ、まあその機械学習を主に思いっきりやってるのは白木だけ で、あとはインターンで先ほど岩渕君で紹介したんですけど、それそのインターンの岩渕君と、まあ、そのエンジニアで機械学習ゴリゴリやってるのは2名ですよ。で、まあ、あとはそのサービスを作るって意味だとウェブ系のエンジニアは、まあ、弊社複数にいるので、まあ、それでチームとしてサービス化していくっていう感じで、うちの企業めっちゃ人が関わってるのに全然事業が進まなくて、あすごい企業だった、羨ましいな、結構その、うん、そうですね、その
サービスを作る時のうまさとかサービス設計のうまさって結構それはそれで出てきちゃいつつも技術的にできることも考えなきゃいけないっていうのが複合的には結構難しいですよね。ありがとうございます。はい、難しいですね。あ、他に何かありがとうございます。現場のフローによるかどうかっていう話で、はい、自分の仕事がこれやったらなくなるんだよなと思ってたらやっぱりできないみたいな話があったんですけど、はい、具体的にあのまあ、もしこういうことを乗り越えて、はい、いいような状態になったっていう実例がすでにあるのであればどういったその工夫というか準備がされたみたいなことがあれば伺いたい。まああの今ものすごくなんか売上とか利益がこれで出ましたってわけではなくて、あのどっちかっていうと、まあ、今取り組んでることがちゃんと認められて進められてますっていう段階なんですけど、まあまあそうなるにはまあ例えばまあ会社の方針とかも大事で、あのなんかその まあ、コストカットというか効率化には使うんだけど、結局その一人一人のスタッフの人があの例えばあの本当、機械的にできるようなことに時間を費やされているとスキルアップって意味だとあまりそのする時間がなくなったりとかってあると思うので、まあ、その何かスキルアップする時間使えるとか、まあ、サービス自体ブラッシュアップする時間使えるとか、なんかそういう、まああのモチベーションを感じられる状態にするというか、まあ、それで協力的になってもらうっていうところまでが、まあ、今やってるところっていうところですね。で、まあ、アウトプットっていったところはまあ自然にどちらかっていうとあのサービスが事業としてうまくいったら、まあ、出てくるのかなっていう。具体的にどういう技術を使ってるとか、どういう技術に注目してるとかっていうのはあるんですか、ちなみに。私はまあ細かなまあその画像認識のところは本当にそのあの、まあ、CNN とかのディープラーニングの技術を使っていったところで、はい、まあそのテキストの分類のところはどっちかというとこれまでの従来の機械学習というかそれをどういうのがあってっていうのを把握しに行ってるところかなっていう感じです。はい、なんかこの前 SNS で流れてきたのが、はい、よろしくない画像を判別する学習機を使って生成、はい、画像生成をしたら、うん、よろしくない画像生成機ができたみたいな出てて、あ、それ見た時に一番思ったのは、あれハリッシュさんが同じことやったらとんでもないことになるんじゃないかなみたいな。そうですね、あの確かに、まあ、あの画像の学習データにしても結局、まあ、その例えばそのチャットボットの方にしても、まあ、本当はやっぱりそのなんだ、まあ、シミュレーションじゃないですけどなんかその学習データ作ってもらうとかそれがないとまあ結構大変かなっていうか。大丈夫そうですかね。じゃあありがとうございました。はい。